口では言わないが、いつ原爆症に命を取られるかと思って毎日ビクビクして生きてるんだ。そんなことを言えば君たちはすぐ原爆を鼻にかけてるとか原爆に甘えてるとか言って笑うんだ。広島に来て原爆のことを勉強しなかったってことは全く僕自身の怠慢で、その点職にはすまないと思う。それは先生だけではありません。広島市民の大部分の人が知らないんです。今新聞なんか原爆と平和問題を結びつけて盛んに世界の人たちに呼びかけていますが、僕は原爆の恐ろしさとあの非人道的なことを世界の人たちに叫ぶ前にまず日本人に分かってもらいたいんです。いえ、それよりか広島の人たちに知ってもらいたい。もっとはっきり言えばここにいるこのクラスの人たちに先生によく知ってもらいたいんです。鼻血が出てるわ。気分が悪いの？大場も原爆の火は直接の火傷や怪我はしていないんだが、稲荷町の家が爆心地から1キロの地点で相当強い放射能を受けたということになるんだね。だから大場も当時いわゆる原爆症にかかって髪の毛が抜けたり体に紫の斑点が出たり。行ってまいります。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。はい、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 B の音よ。だってまだ警報出てないのよ。でも B の音よ、確かに。そんなになった子供抱いてたってしょうがないよ。早く焼いてもらうんだ。まだ戦争は済んだんじゃないよ。私は原子爆弾であるとの発表には絶対反対です。今の戦争の段階においてそのことを国民に知らしめることは戦争遂行上絶対に不利であります。
不利であるか有利であるかは軍部においてご判断を願うより致し方がないんであります。諸国国民は生命はもちろん全てを陛下に捧げ幸運を付与し立てますのであります。これが日本民族の信条であり軍の信念であります。昨日のソ連の参戦も米国の原子爆弾も何ら恐れるものでなく、我々のこの必勝不敗の信念を持ってすれば原子爆弾に対しても必ずやそれに打ち勝つ方法があると信ずるのであります。体がだるくなったのはいつ頃だね。四五日前です。髪の毛は抜けるかね。はい。何にも知らないのね。お母さんもお兄さんもピカで死んだんですよ。